キングプリンスル。レギュラー放送最終回キンプルデミエー賞発表平ラの仕様感謝しかない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループキングプリンスが出演する日本テレビ系バラエティキングプリンスル。毎週土曜。 あと1時30分が13日に放送。この日をもってレギュラー放送として最終回を迎えた。シンデレラガールでのデビューから3年を迎えた2021年5月23日に第1弾を放送し、その後、2022年1月16日からレギュラー番組としてスタートしたキングプリンスの初冠番組。番組はキングプリンスがよりかっこよく、 面白く成長するために様々なお題にその場で体を張って挑戦してきた。レギュラー放送の最終回は全66回の放送を振り返り、キンプルデミー賞と題してもう一度見たい名場面未公開映像を公開するとともに受賞式を開催。平野志陽は最優秀身体能力賞。長瀬角は最優秀料理音痴賞。高橋海斗は最優秀万年三位賞。 神宮寺優太は最優秀メンバー思い賞、岸優太は最優秀トンチ系の賞をそれぞれ受賞した。その他にも番組スタッフ50人に聞いたメンバーの素顔を暴く、垂れ込み企画を放送。平野はこれまでの放送を振り返ってメンバーの中の前よりも良くなった。感謝しかないと語っていた。なお、5月20日に番組初のゴールデン2時間 SP として放送する。 あと7時56分分、あと9時45分。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。